毎度ネギ前です。はい、というわけで今回はこちらアイドリッシュセブンシティポケットトートバッグブックです。めちゃめちゃ申し訳ないんですけど、まずお話しさせていただくと、これ発売されたのが去年2018年の6月末あたりらしいんですよ。調べたところめっちゃ前なんですけど見落としてました。で、この前久々に大阪難波日本橋にあるアニメイトに行った時にこれがあったんですよ。あ、買ってないぞと思って。つい最近だったらバナナフィッシュのポーチ、まあこれはポーチでちょっと用途が違うので別として、サイコパスのトートバッグって紹介したんですよ。こういったやつ今現在めちゃめちゃ活用してます。で、紹介したばっかりなんですけど、見つけちゃったからには買わねばと思って、まあネットとかで調べて見つけて手に入らないとかだったら動画にしないけど、実際にアニメイトに行ったら置いてて手に入ったので、ファッション誌みたいに毎月発売されるとかそういうわけじゃなくて、新しく出るのが多分出たとしても今年の6月とかぐらいだと思うので、まだ余裕があるかなと思ったので、ぜひちょっと動画で紹介しておきたいなってことで買ってきました。ってことで取り出していきます。こんな感じでいつも通りこういうキャラクターものの付録についてるパンフレットみたいな数ページあるやつと、こっちが付録です。今回はこういったトートバッグが入ってます。ね、すごいですよね。こうやって大容量入るし、オタバッグ、板場とかも作れるし。板場でよく見かけるような透明のフィルムとかが表になってる感じじゃなくて、布っぽいので、缶バッジとかやるとこういう風にはできるみたいです。このサッシの方には、今までの、1部、2部、3部とか、今アプリは4部になってるんですけど、今までのストーリーがまとめられてたり、あとはキャラクター12人の楽曲紹介とかが載ってます。それでは、はい、こんな感じです。前回紹介したサイコパスとまた違ったカラーっていうか、生地からして全く違うのですごいね、嬉しい。カバンとか何個あっても足りない。マネージャーの皆さんのためのトートバッグが登場です。しっかり生地で街もたっぷりの大容量、毎日使ってアイドリッシュセブン、トリガー、リバーレといつでも一緒。横のこのサイズが42センチで、縦のここが27センチになってるみたいです。で、持ち手の部分も短すぎないので、薄手のコートとか春っぽいコート着てもこうやって肩にかけるぐらいの余裕がある手持ちになってます。じゃあ紹介していきましょう。で、今回もキャラクターの絵がドンってあるわけじゃないから、本当にすごい持ちやすいと思います。同じアイナナが好きな方はすごいすぐわかると思うけど、パッと見オタク感のないトートバッグです。中はこんな感じです。すいません、ぐしゃぐしゃってしますね。この音から伝わるかな、この厚さの分かりやすい音。全くペラペラしてないんですよ、しっかりしてる。これは税抜きで2000円でした。これ普通に雑貨屋さんとか買っても3000円ぐらいしそうですよね。こうやってプリントされてるのが、ちょっと画面越しに、ここの真ん中のポケットがアイドリッシュセブン、アイナナのみんなです。で、こっち、皆さんから見て左、こっちがトリガーのデザインで、こっちがリバーレのデザインです。すごいおしゃれ、かわいい。それぞれのグループのイメージされたデザインになってますね。第4部がこれからどうなっていくのか、じゃあ中身を見ていきましょう。で、まずこれペットボトルが分かりやすいかな。ペットボトル入れます。ほら、これね、今何ミリ、500ミリリットルのペットボトル入れてもね、ほらすごい、こうやって振っても落ちないぐらいの深いポケットなんですよ。で、両端にあるポケットもここでちょっとカーブがかかってて、真ん中よりかは浅くなってるけど、これでもしっかりと入ります、落ちない。こっちも一緒で、すごい安定感あります。お茶の入るスペースってすごいありがたい。まあ、こういう中側に入れちゃうとなんかポケットがないからごちゃごちゃして倒れやすかったりするんですけど、表にこうやって堂々とボンって入れれるから安心。じゃあ次に、ごく一般的なメガネケース、これダイソーで買ったアリエルのケース、もう縦に入れると見えなくなります。それぐらいすごいゆとりのあるポケット。 iPhone8 Plus で見るとこうやって、これもしっかりと見えなくなります。ほらほら、3つのグループちゃんと活用していきましょう。で、これが A4 のファイルかな、なんかこういうスケジュール帳とかもろもろ入れれるやつ、もう本当にこうやって余裕で入ります。この MacBook、 これ13インチのやつで比べると、このまま何もケースに入れない状態で入れると、はい、こんな感じです。ごいぴったりです。横がすごいガサガサ開くほどじゃないし、かといってキツキツでもないから余裕を持って入れれます。
普段このちょっとクッション性のあるケースに入れてるんですけど、重たい。これでも入りそう。よいしょ。あ、入った。あ、すごい。見てください。横幅。これでちょうどです。で、取り出しにくいほどのきつさじゃないから、ずっと取り出せます。重いから取り出しにくいけど。で、隙間がまだあるので、書類とか、あとはノート類とか、そういうのも入るし、お財布とか、このケース入れててもペットボトル多分入ります、ほら。で、この持ち手の部分もすごいしっかりしてるから、あっ軽い。すいません、ちょっと別アニメになるんですけど、前に紹介したこのサイコパスのやつ。こっちは持ち手の部分がすごい柔らかくて、優しいんですよ。で、こっちは、太さはどっちも変わらないです。本当に1ミリ、2ミリ、この、アイナナの方がちょっと細いぐらい。で、でもこっちは、この、なんやろ、こういう、ゆったりとした感じじゃなくて、しっかりとこの、なんやろな、しっかりとした固めの生地になってるので、どちらもまた別々の良さがあるんですけど、すっごい持ちやすいこれ。今ね、もう DVD になってるけど、その去年のライブ、アイドルシテムの、皆さんのライブ行った方、このカバンで持ってた方すごい多いのかな、どうなんやろ。私ライブ行ってないから分からんけど。じゃあ、まあいつも通り漫画でも比較していきましょう。ちょっとすいません、肘つきながらなっちゃうけど、見やすいようにここで紹介していきます。まず、まあ、小さいサイズ、少女漫画、少女漫画だったら多分この表の部分でもね、ほら入る。あ、しかもちょうど、見てくださいこれ、スレスレになった。表紙見えるとか恥ずかしい方ね、これで全然大丈夫。まあでも雨とかに濡れちゃうと中に浸透素早そうな感じの生地なので、中側はね一応ちょっとツルツルはしてるんですけど、濡れないようには気をつけてください。これ入ったでしょ。 BL 本もその作品によって全然サイズ違うけど、一般的なこの大きさ B5 サイズかな。少女漫画より一回りぐらいちょっと大きめの漫画。どうやろ。あ、これでも入ります。ちょっと少女漫画ほどの余裕があって入るわけじゃないけど、これでもしっかりと表紙が隠れます。ただね、この真ん中には入るけど、端っこには入るけど、思い切りタイトルは見えちゃいます。うん、少女漫画でもやっぱりこの端の丸みを帯びた部分でちょっと浅くなってるから、ここまでね入ってもちょっと見えちゃうかな。まあ、真ん中だったら問題なさそうです。でもちょっと大きめの、こういう大判サイズの漫画だったら、前とか横には入らないです。これだったら中身かな。うん。中にだったら全然縦でも横でも余裕で入ります。何冊入るっていうか、結構ね、厚いんですよ。だから、これを2箇所こっちとこっちに作るとして、今この縦に1、2、3、4、5、6、7、8、8冊入ってます。だからそれが2列とか、あとは縦に入れたらまた冊数とか変わってくるかもしれないから、すごい便利。私もうこれで全然パソコン入れてどっか出かけれるわ。なんならこれと全く同じデザインのお弁当を入れるちょっと小さめのトートバッグ、こういうちっちゃめのランチバッグとかあったら絶対買いたい。こういう横長もすごいいいですね。なんやろ、やっぱりキャラクターとかのイラストがドンってあると持ちにくい方とかいるから、そういうのを考慮した上でこういう持ちやすいシンプルなデザインが多いのかな。でもこうシンプルやからこそ缶バッジとかやりたくて板場作りたかったら、こういうのもね余白の部分とか多いし作りやすいかも。はい、ってことで今回はこちらのアイドリッシュ7 3ポケットトートバッグを紹介させていただきました。で、今回これアニメイトで購入したんですけど、発売がちょっと半年以上前のものなので、もしかしたら行ってすぐにないかもしれない。お取り寄せとかそういう感じで取り寄せる感じにはなっちゃうかもしれないけど、一応ね、一昨日私アニメイト行って実際に売ってたので、まだ手には入るみたいです。マチもすごいしっかりと、これだけ手のひらをねめちゃめちゃ広げて余裕があるマチがついてます。あ、ちなみに、まあ、例えばね、アイナナのライブとか行くとする遠征の方、今くるくるって巻いちゃいますね。こういうアイロンとかヘアアイロンもほらこうやって入れれるんですよ。ちゃんとケースに入れて持ち歩いた方がいいんですけど、その状態で入れてもこれだけ余裕があるんですよ。ライブとか、あとはそのトークショーとかで遠征とかで行かれる方、お泊まりとかの方はこういうアイロンね、これ普通の大きいサイズのアイロンでも余裕に入ったので、小さいサイズのアイロン持ってる方だったらもっと余裕に、なんならこの前のポケットとかに入ると思います。この大きいサイズだったらちょっとね邪魔になるけど、まあでもこれぐらいの余裕のあるカバンです。気になった方はぜひ検索してみてください。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。